ごきげんよう、ガラクタやオルドです。今回は、イケチ店長が株式会社、ブシロード様から訴えられてしまったというかなり大きなニュースがあったので、それに関する反応や感想などをツイッターから拾ってきたので、簡単に紹介していこうかと思います。まず最初に、ブシロードホーム部から、ホーム案件のため、ホームアカウントから報告させていただきます。 池田義正氏及びスタジオイケッチに対する、え、訴訟の提起に関するお知らせを報告いたします。詳細はリンク先のリリースをご確認ください。個別の質問等についてはお答えできませんのでご了承ください。というお知らせがあります。え、ちなみにこのリンクをたどると結構いろいろ難しいこと書いてあるページに飛ぶんで、え、このページについてはリンクを貼っておきます。え、動画の概要欄にリンクを貼っておくんで、 えー、そっちの方で個別で読んでいただければと思います。ちなみにこれをすごく簡単にまとめたツイートがあるので、そちらを紹介したいと思います。えー、世界最高 TCG ゲートルーダーの原作者様こと池内店長孫氏が訴訟された経緯、これってマジえー、池田が武士労働許可なく内部情報や契約内容を話したり、武士労働コンテンツ、えー、過去に池田が関与したバディファイトを無断で商業利用する。 武士労働警告する。えー、池田が武士労働を許可なく内部情報や契約内容を話したり、武士労働コンテンツ。かっこ過去に池田が関与したバディファイトの、えー、無断で商業利用する。武士労働警告する。えー、もう一回繰り返す武士労働がとか裁判を起こす。と、まあ簡単に言うとこんな感じです。まあ内容をベラベラ喋ったり、あと武士労働様の著作物を勝手に扱ってしまったということが、 今回の訴訟内容ということになります。えー、では、まず、物資ロードで検索した場合ですね。こちらから見ていきましょう。ゲートルーラーの誹謗中傷に対して、訴訟をちらつかせていた池内店長が武士ロードに訴訟される2021年最初のビッグマッチ。 ゲートルーラー第1弾発売後、及びバディファイトの終わりにこの時間でやるのか。さらに緊急事態宣言でカードショップ製造難の状況下でイケッチアンチが一番活躍の今なんだぜ。もうブッシュロード完全にイケッチ店長潰す気しか見えないな。本当怖いなこ好みじゃなくて、一緒にカードゲーム作ってた仲間のブッシュロードから撃たれるの最高にエンタメファンになりそう。 イケッチ店長、ブシロードに訴訟されてるのめっちゃワロた。裁判じゃなくてカードゲームで勝敗決めそう。二回も許してくれるのブシロード、マジ仏様やな。ブシロードがイケッチ店長を訴訟したことでブシロードの株価が上がってんの面白いな。ゲートルーラーの未来やいかに。ブシロードの株価上がったが比喩表現じゃなくてガチで株価が上がってるのギャグがすぎる。 ブシロードの株上がってんの影響力すげえなってなる。くっそ、ブシロード株か。思いつかなかった。この人、バディーファイトの原作者じゃなかったっけ原作だけど、なんかブシロードで業務提携でサービス終了の時に、えー、そういう公言するのダメって契約交わして破ったから、らしいよ。それが1回や2回じゃないから。イケッチ店長。 ゲートルーラー作ってよルールできないやつ、え、ルールを理解できないやつと口答えするやつ全員ブロックななんやそれはいブロック昔カードゲームの開発任せてたけど、その画像を勝手にゲートルーラーに使うねよえー、200字じゃ説明つかんからググって。もっと簡単に言うと、やばい人がやばいことして武士労働を行になってる。 イえ、池池店長、武士ロードから訴訟されてたんだ。正直、昔から池池チ店長の発言は好きじゃないし、これは正直、えー、ぜひとも、ブシロードに勝ってほしい。池池チ店長 vs ブシロード、法的ワンキル炸裂しちゃうのか法的ワンキルは草。ブシロード、ヴァンガードの環境が、箱が出るたびに2点3点して、2箱前のカードが一瞬でチリになったことはあったけど、今回は応援できる。 法廷バトル。だから法廷バトル叩きつけて、傷ついちゃっていいんじゃない。ネタ切れだって諦めないで、操作壊さ知らずさ、法廷、法廷バトルかっ飛ばして、燃え尽きりゃ最高じゃない。えー、裁判所が武士王道が、さあ、イケッチとライドオン。えー、これあれですね。限界バトル。遊戯王、GX のエンディングテーマです。えー、わかる人は、 GX なの限界バトルのリズムに合わせて歌っていただけるとご納得いただけるかなと思います。だってよ、ドサンリエ。ブシロードが訴えるのも優しさ。ツバイランスが訴えないのは優しさ。イケッチ店長が訴えるのも優しさ。熱風カリクブシロード。熱き方向。今話題のブシロードのシャウタ。え、シャカか。 えー、この曲ね、ぜひかっこいいんで聴いていただければと。ちなみに作業してる間もこの曲聴いてたんで、個人的にはすごい、えー、作業用 BGM に向いているんではないかと思います。訴えるぞと脅すイケッチ店長、VS、実際に訴えたブシロード、VS ダークライ。いや、ダークライどっから出てきた。イケッチ店長訴訟相手がブシロードで笑う。 ブシロードが著作権持ってる作品に対してデマばらばいてえ、どうにもできないみたいな文章だけど裁判所でカードバトルするブシロード法廷イベントはさすがに草入る。で、裁判所帽子をプレイしはどこで先行ここまで見といてなんだけど、パラサイトよりブシロード VS 池内店長の方が気になるし面白い。ハリウッドで映画化やこんなもん。 ゲートルーラーの第2弾の目玉デッキは、ブッシュロードの法廷ワンキレってまくさ、<laughs> <草> <laughs> 交わることのなかった、ブッシュロードとゲートルーラーが、<laughs> ごめん、マジでさ、<laughs> これは無理。ゲートルーラーが今、法廷で交わる。ブッシュロードホーム部が訴訟を決めて公表をツイートするとき、<laughs> 行け決めてやれ、法律 <laughs> っ気分だっただろうし、私も誰か適当に訴えてスッキリしたいです。ブシロード訴訟の件、えー、キーアヴーサスイケッチ店長ってなんか、エイリアンバーサスアバターって感じで好き。勝手に戦え <laughs> イケッチ店長の件、裁判になったらかなり無が悪そうだし、こんだけ話題になってるから、イケッチ店長とブシロード代表とバンガとバディーファイトとゲートルーラーで、 対戦して先に2勝した方が勝訴ってことで YouTube ライブしてほしい。社員の公式スリーブ出すなら早くしろよ、ブシロード。勝訴の前祝いに帰ってやるから。好みもブシロードに続かないかなと期待してしまう。月間ブシロードのイケッチの裁判の傍聴権つけたら売れるんじゃね 裁判の傍聴席のチケット先行抽選申し込み権を月間ブシロードにつけてほしい。ブシロードの訴訟。裁判に有利な要素をクリティカルトリガーっていうのをやめろよ。あ、これバンガードの用語ですね。ブシロードはプロレスやってるからパフォーマンスとかタイミングとかそういうのうまいよな。ブシロードが法廷プロレス開始ってマジっすか 誰かゲートレーラー公式に、制作者がブシロードからテストされた場合、1ダメージ入りますかって質問してほしい。沼とかいう店長、社会不適合者が、天下のブシロードに訴えられてめちゃくちゃ暇つぶせるし、腹抱えて笑い転げてる。ブシロード寛大だよね。あんだけツイッターで訴えるみたいな脅ししてたのに、自分が訴訟される側になったのが、 すでに面白すぎる。ブシロードさんとは仲いいと思ってたんですが、まさかです。訴えると言ってた自分が訴えられるとは皮肉ですね。今日でヴァンガードを無印第1話の放送から丸10年が経ったんですけど、その日にブシロードが訴訟するの面白すぎませんヴァ、えー、ンガード10周年おめでとうございます。池地店長で検索した場合をここから見ていきましょう。 イケッチ店長訴訟案件簡易まとめ。SNS でバディファイトの評判を落とす発言するのやめろ。はい。SNS でバディファイトの評判を落とす発言するのやめろ。これ2回目だぞ。はい。だからやめろっつってんだろ。おい、訴えるわ。バディファイト始まった時から、イケッチ店長こんなにボロボロ設定喋っていいのかないいんだろうな。喋ってるんだし。 って思ってた死はあるから、5年越しの怒涛の伏線回収でめちゃくちゃ熱くなるよね。ここまでしっかり伏線回収させてくれるの進撃の巨人とワンピースと、そして、イケッチ店長ぐらいだぞ。イケッチ店長、話題を欲した結果、提訴される。あ、訴訟か。イケッチ店長、ゲートルールー馬鹿にした奴ら、訴えるぜイケッチ店長を訴えます。話し合いはありません。お覚悟。 逆だったかもしれねえ。池池店長こと池田がシュロードに訴訟される件笑っちゃったんだけど、池田はたびたび訴えることを脅し文句に使っていたが、本当に訴える気なら、相手に悟られずに、淡々と準備を証拠集めしてるんだな、と理解させられた。池田は三流のチンピラでシュロード法務部は一流のプロだったわけだ。おい、三流立てよ。 イケッチ店長を訴えられたらしいよ。おー、好みもついに思い越しをあげたかいや、ブシロードから、落語かよ。イケッチ店長の炎上コントロールタッチ訴訟脅迫が最小か、最強かと思われたが、ここに来て、えー、訴訟カウンターが出てきたな。強い、かっこ確信。 遊戯王とデュエルマスターズも名前出されてるし、コナミと宝とにも、イケッチ店長を訴えれば、ゲートルーラーは、バンガード、遊戯王、デュエマと同じルールで法廷で戦えるぞ。さすが今一番熱いカードゲームだ。うん、あ今回、訴えられたのは、あのー、イケッチ店長であって、 ゲートルーラーが訴えられたわけじゃないんで、その辺は間違えないようにしましょう。ぶっちゃけゲートルーラーを売り出す前から、どんな出来であれ、池地店長がやる以上、一定の炎上はするだろうと確保してたんですよね。僕の確保など、本物の流れの前では、この葉もいいとこだったわね。 イケッチ店長はスラップ訴訟的に、えー、訴訟するぞって言っていたが、ガチで勝てるから強気だったのかが、これでわかるな。これで池が負けると、今後、訴訟するぞに対して、負けたのに、わらわら。というカウンターを気軽にまくれるようになって、ユーザー側が有利になる。 裁判ってことは弁護士が必要だな。イケッチ店長の訴訟問題はネットでの言動がきっかけなわけだし、ネットに強い弁護士を召喚するしかないな。イケッチ店長を誹謗中傷した人が訴訟されるのかって思ったら、イケッチ店長が訴訟されててめちゃくちゃ笑ってしまった。これ、対処した方がいいなと考えたら、全員に石を投げ返すのではなく、一人を狙って射殺します。 今回の件、訴訟されたのはイケッチ店長でゲートルーラーは関係ないみたいなツイートをリツイートしてたけど、一人で射殺される格好なんだなって思ったら涙が出ますよ。笑いすぎて。なあ、池内店長、今一度、もう一度言ってくれないか え、マジで炎上してますかやったマジでありがたく思います。知られることこそが新製品には一番必要なことなんですよ。悪名もないよりマシなんです。非難も何もなくて知られてないだと一個も売れない。知られてさえいればチャンスがある。僕の悪名が無駄にならなかった。えちなみに、この後ですね、あの、イケチ店長の雑談配信が、雑談配信というか、質問受付放送が、 えっと、まあ、なかったっていうかね、放送はなしみたいな、そういう告知があったんですけど、なんと、この後24時からやりました。ちなみにやった内容としては、えー、謝罪が3分とか5分ぐらいかな。で、その後が、えー、今の、えー、っと、オンラインディエル。オンラインでカードゲームをするにはどうしたらいいだろうかっていう、そういうことの簡単なレクチャーがありました。えー、簡単に言うと、あんまりこの人を、 謝罪、謝罪もほどほどに本題話しちゃったなっていう感じがします。ちなみに、イケッチさんですね。イケッチ店長、ゲーム業界のトレンドに乗りました。また、ブッシュロードも確か29位かな。に、えっと、トレンド入りしてたんで、今回の件のことの大きさがよくわかりますね。 さて、ここまで散々ブッシ働ロードをネタにした俺ですが、そろそろね、俺、ブ士シ働ロードをご機嫌取りをしないと首が飛ぶ気がするんですよね。というわけで、ここからブ士シ働ロード宣伝入ります。まずですね、まず、月刊ブ士シ働ロード2月号。先ほども、月刊ブ士シ働ロードっていう話があったらじゃないですか。どういう雑誌なんだろうなっていうと、簡単に言うと、 えー、ブシロード関係の漫画が読めたり、あと、アサルトリリーブーケっていうアニメの中で出てきた、えー、リリー新聞が、なんとそのまんまついてきて読めたりと、結構すごいんですよね。また、月刊ブシロードにて連載中の、アサルトリリーリーグオブガーデンフルブルームの第1巻もこの日に発売していました。なんとすごいよね、なんか。 なんていうかね、何がすごいってさ、アサルトリリーのコミカライズの発売日が、あの、イケチ店長がブシロードに訴えられた日と同じっていうのが、なかなか皮肉、皮肉っていうかね、話題が絶えないなと思いました。 えー、でも俺、月刊物資ロード買わないんですよね。いや、ごめんなさい。ここまで宣伝しといて買わないっていう発言はないだろうって思うかもしれないんですけど、これには訳があるんです。えー、俺ですね、アニメディアの方買おうと思ったんですよね。えー、この写真から、見てわかりますかねこの、えー、リリーとユリュ様がパジャマパーティーしてる様子の、えー、書き下ろしイラストがポスターとしてついてくるんですよ。これはもう買うしかねえ。 ちなみにこのアニメディア1月9日発売ですえ。もうすでに日付をまたいでるんで、きっとですね、俺今日、今日っていうかね、頑張って朝一で買いに行ければいいなと、というわけで、アニメディア2月号もぜひよろしくお願いします。え、さらに、なんとですね、ブシロード様といえば、ヴァイス・シュバルツじゃないですか。そのヴァイス・シュバルツのデッキ、 アサルトリリーのデッキ、出るんですよ。えー、キャラクタートレーディングカードゲーム、バイス・シュバルツより、トライアルデッキリ、リエリット、アサルトリリー、ブーケが、2021年1月22日、金曜日に発売決定しました。えー、新規カードが9種類。さらにですね、当たりデッキには、声優さんのサイン。えー、っと、ひとつやなぎリリの声優さんの赤尾ひかるさんと、あと、ゆゆ様の声優さん。 の、え、夏吉裕子さんのサインの入ってる、サインが書かれたカードが入ってるんですよ。やばくないですか一応俺、ね、サイン、サインはさすがに狙えないんで、最低デッキは1個買っておこうかなと思います。えー、さらにさらに、ブシロード公式さんの方を見るとですね、なんとヘッダー画像がアサルトリーラストバレットになっているじゃないか。 ということで、アサルトリリーラストバレット公式さんの方も紹介していこうかと思います。えー、まず、アサルトリリーラストバレットは何ぞやという人のために簡単に説明すると、アサルトリリーのアプリゲームです。なんとですね、1月20日。 1>, 1月20日の水曜日に配信予定なんですよ。え、今、事前予約受付中なんで、ぜひとも、え、事前予約してください。え、今、あの、キャンペーンでね、事前予約すると、え、ガチャ、ガチャが回せる、マギジュエルっていうのがもらえるんですね。え、まあ、簡単に言うと、無料ガチャが回せるようになるんで、事前予約しましょうと。さらにですね、DMM 版。DMM 版も今、 事前予約受付してて、さらにですね、DMM 版で事前予約すると、チャームシルエットクイズっていうのができるんですね。で、このチャームシルエットクイズに全問正解すると、さらにガチャが回せるようになります。何回分だっけなああ、そうそう、10回分。10回相当のさ、ガチャ10回相当のマギジェールがさ、クイズやるだけもらえるんだよ。お得じゃない皆さん、事前予約しましょう。 えー、さらにさらに、アサルトリリー公式から、えー、1月の12日、えー、19時、えー、午後7時から、アサルトリリープロジェクトの発表会があります。えー、皆さんね、ぜひとも、えー、リアタイで見ましょう。俺は意地でも見ます、えー。さらにさらに、なんとですね、舞台版アサルトリリー、えー、2作品 ?2 作品あるんですけど、2作品とも YouTube の公式サイトの方で、 えー、見れる、とのことです。もうね、これは、見るしかないね。一、えー作,えーえー、作品目、アサルトリーリーグオブガーデンは、1月11日月曜日、夜の10時から。二作品目、アサルトリー、噛んだー。アサルトリー、ザ・フェイトフルギフト、二、えー、作品目の方ですね。は、1月12日火曜日の夜9時、21時からですね。 の配信になります、えー。皆さんね、ぜひ一緒に、一緒に、まあ、いいや、リアタイで、リアタイでね、見ましょう。えー、YouTube の公式チャンネルから見れるんで、ね、もうこれは見るしかないね。えー、何アニメを見てないだってご安心ください。アサルトリリーブーケー、えー。なんとですね、Amazon プライム会員なら見れるんですよ。ぜひね、Amazon プライム会員の皆さんは、 ぜひこれ、これ大きいね。アサルトリーィのアニメを見てほしいんですよね。もうね、すんげえ。<laughs> さすがね、シャフトさんっていう感じ。あ、アニメの方の制作をシャフトっていうところがやってるんですけどね。シャフトさんさすがです。いい仕事しますねっていう。それぐらいの出来なんでぜひ見てほしいです。というわけで、以上、ブシロード関係の宣伝でした。 というわけでエンディングトーク入ります。本日ですね、あのー、ああ、の、おすすめ動画の最後の20秒のところに入れておくんですけど、ゲートルーラーを、ゲートルーラーのデッキを燃やしてバズったツイートを扱ったんですね、今回。そんなツイートを扱った直後に、イケッチ店長が訴訟を起こされるっていうかね、訴えられるとは思ってなくて、なんていうか、随分と、 話が早いな、みたいな感じですかね。結構疲れてるんですよ、今。いやー、というわけで、ぜひとも今回の動画が面白かったら、この次の、えー、ゲートレーラーのデッキを物理的に炎上させてバズったツイートの紹介も見ていただけると嬉しいです。というわけで、ここまではガラクタやオルドが、えー、ご紹介しました。えー、ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。